3番に岡、横浜先発三浦から久保にいいプレゼントができたとホームランで先制します。5回再び二岡、2打席連続となるツーランホームラン。そして7回なんと三度二岡、どうしちゃったんだろうと自分でも驚いた生まれて初めての3打席連続ホームラン。巨人の3番二岡、1回ワンアウト一塁、見逃せばボールでしたが打ちに行きました。先制の3号ツーランホームランとなります。この回さらに満塁で二岡、完璧な当たりだったと4号満塁ホームラン。巨人は再び満塁のチャンス、バッターは二岡でした。中間ライト下がる下がる、続けた。2打席連続の満塁ホームランは史上初めて。